高橋優斗、凛太郎、と豊島花、海、の愛が加速、君が死ぬまであと100日。第4話あらすじ。5人グループハイハイジェッツの高橋優斗、高井コールはしご高、が主演し、13日に放送される日本テレビ新ドラ枠、君が死ぬまであと100日、毎週月曜深0時59分。第4話の場面写真とあらすじが公開された。今作は、100日限定で生き物の余命が見える、主人公、津田凛太郎、高橋、が、余命の見えてしまった愛する幼馴染、神崎海、豊島花、を救うため大奮闘。そんな二人に謎の転校生、小野寺いつき、井上瑞稀、が接近、物語は大きく動いていく、モダキュンラブストーリー。第4話では、初キスをした凛太郎と海の愛がどんどん加速していく。さらに、いつきと前の学校が同じだという佐藤千秋、今野彩香、が登場。凛太郎の前に突如現れる千秋の存在が凛太郎らに波乱を巻き起こしていく。そしてついに、いつきの秘密も明らかに。イケメンでみんなの人気者である彼が、実は抱えていたものとは。第4話あらすじ。ついに初キスをした凛太郎と海。翌日、浮かれて学校へ向かう凛太郎だったが、海の様子がおかしくて。そんなある日、凛太郎の元に千秋と名乗る女子高生が訪ねてくる。彼女は樹が転校してくる前の学校の同級生で、樹のことが好きだと話す。けなげに彼を思っている千秋に共感した凛太郎は、自分ができることは協力すると告げる。一方その頃、海が学校の昇降口で佇む樹に声をかけると、彼の下駄箱から何かが滑り落ちる。それは隠し撮りされた樹の写真と、好きです、という文字がびっしりと書かれた手紙だった。